時刻は11時を回りました。ということでね。あのー、まあ、ひらがなの好き嫌いもいいけど、今日の特集はもっと大事な話です。えー、題して、俺が押さなきゃ誰が押す乱暴最後の戦場特集はい、ということで、えー、ラン乱暴最後の戦場、今日日本でも公開になりましたね。えー、ちょっとまず作品の概要をざっくり言っときますか。えー、監督、脚本、主演、シルベスター・スタローン。ね。もう全部、全部俺っていうね。 まあこれあのね、あの映画機構の田辺さん曰く、オレカリプトっていうね、えー、命名もつきましたが、えー、その他の出演、シェリー・ベンツ、ポール・シューツなど、えー、1982年に第一作が公開された、ベトナム帰還兵、ジョン・ランボーの孤独な戦いを描いた戦争アクションシリーズ。ね、まあ、戦争アクション、一作目は微妙に戦争アクションってちょっと違いますけど、まあいいでしょう、戦争アクションシリーズ。現代は、一作目ね、一作目の現代は、ファーストブラッド。 だが、これ、ファーストブラッドって要するに、あの、どっちが先を手に出し、どっちが先に手を出したかっていうような意味なんですけど、えー、現代はファーストブラッドだったんですけど、えー、日本ではランボー、まあ、主人公の名前を付けて、えー、公開した。で、その日本での公表を受けて、以降アメリカでも、ランボーシリーズ、つまりランボー2っていうとかね、ランボー3みたいなランボーシリーズとして続編が制作されることになったと。で、1985年に第2作、ランボー怒りの脱出が公開、世界各地で大ヒットを記録。ね、えー、これ、ジェームズ・キャメロンのね、脚本とかで、まあ、すごく、第1作よりより、 まあ、ストレートなアクションというか、エンターテイメント色を強めて、なおかつ、ええー、まあ、レーガン政権下、ええー、冷戦下の、まあ、ある意味そういうね、アメリカイズム、強いアメリカイズムの代表として、ちょっと、これまた後ほど話しますけど、ええー、ランボーというキャラクターが誤解されていく元ともなった作品でもあったりね。ええー、で、1988年、公開の第3作、ランボー、怒りのアフガンでは、えー、ソ連によるアフガン侵攻を舞台により激しいアクションシーンを繰り広げた、っていうね。ええー、まあ、このソ連によるアフガン侵攻に対して、 アフガンゲリラを支援する側としてランボーまあ共闘するわけですよねでその一緒に共闘したムジャヒディンっていうね、えー、ゲリラたちが後にはですねまあタリバンとかのえー、まあなんていうかな基盤ともなり、えー、最終的にはナインイレブン的なものの温床にもなったっていう意味でそのランボー3のその怒りのアフガンにまつわるその何ていうかなアイロニカルな結末っていうのはある意味一人一人チャーリー・ウィルソンズ・ウォーみたいなね うん、ことですね。チャーリー・ウィルソンズ・ウォーっていう映画が、まあ、やってるのはそういうことですからね。うん、その歴史の皮肉みたいなね。ということで、えン、ー、乱暴シリーズ最新作、えー、がついに公開されたということで、えー、私、死者でももうすでに見ておりますし、えー、なんですが、この、今回その、だから、乱暴最新作が公開されるということで、あちこちでね、日本でも当然、いろんなこう、なんとかな、宣伝とかされてたり、紹介されてたりするんですけど、やっぱりどうしてもね、あの乱暴が帰ってきた、ね、お馴染み乱暴、 の最新作、80年代ヒーロー。ある意味、またぞろリメイク的なね。だって60歳ですからね、もう還暦ですから。還暦乱暴のがどこまで頑張るかみたいな、なんかそういうちょっと若干野揄的なニュアンスが入ってたりとかすることもあるし。うーん、とか、あとはね、あの、うまい棒のね、乱暴バージョン発売とかやってんだけど、うん、あの、まずはっきり言いたいのはですね、うまい棒ってま、基本的に子供とか食べたりするじゃないですか。子供向けみたいな。今回の乱暴、子供は見ちゃダメです。 これもはっきりします。R15 だからまあ見れないんですけど、あらゆる意味で子供は見ちゃダメな、えー、映画となってます。えー、これは残虐描写っていうのもありますけど、そういう部分もありますけど、より大人な映画になっているといかそういうとこがあって、つまり、今回のその乱暴最後の戦場に関して、なんかこう、その魅力がですね、ちゃんと伝わってんのかな、みたいな懸念もありまして、俺が押さなきゃ誰が押す。乱暴最後の戦場特集、これ,これつきましていただいたわけですが、まず、誤解という意味で言えばですね、先ほどちらっと言いましたが、そもそも、 ランボーっていうキャラクター、もっと言えば、シルベスター・スタローンっていう人がですね、根本的に結構誤解されてる人だなっていうふうに、誤解され続けてきた人だなっていうふうに思うんですね。もともとそのスタローンっていう人がこう出てきた、ね、だあの、その出世作といえばも,うもちろんロッキーなわけですけど、このロッキーも含めて、ロッキー、ランボー、スタローンっていう、これすごい誤解され続けてきたなっていうね。で、それどういうことどういうことが説明する前に、まずちょっとこれだけはしてくれ。ある一人の俳優が、 まあ、あ、いわゆるその、なんていうかな、文化的なポップアイコンになるようなキャラクターを演じてね、例えば、シュワルツ・ェネガーだったら、えー、ターミネーターだとかね、えー、なんだろうね、イースト・ウッドだったら、えー、ダディ・ハリーダーとかさ、えー、ブルース・ウィルスだったら、あの、えー、マク,マクレーン・刑事ダイ・ハードのマクレーン・刑事だとか、まあ、ある役者が、えー、ポップアイコンになるような代表作、もうその顔を見れば、名前が出てきちゃうような、っていっぱいあるけど、ね、あの、ハリソン・フォードだったら、ハリソン・フォードはハ、ま、ン、あ、ソロとね、インディージョンでなりますけど、要はですね、一人の俳優が、 二つのポップアイコンキャラクターを作り出してっていうことはないですよ。主役を張ってるような。まあ、ハンソロとインディジョンズって今言ったけど、ハンソロは主役じゃないからさ。だから、ロッキーとランボーっていう二大ポップアイコンキャラクターを一人の俳優が、しかもこのある意味これアメリカの光と影を両方代表するようなキャラクターですよね。を一人の俳優が演じてるっていうのは、実は結構、しかもね、あのー、スタローンが、こう、非常にスタローン色が、ロッキーはスタローンがクリエイトしたキャラクターですしね。 これ結構驚くべきことですよね。他には例がないと思います、さっき言って。まあ、その一点だけども、スタローンってすげえなって思うんですけど、で、その誤解されてる部分、ロッキーにしろ、ランボーにしろ、ここにすごく、あの、根底に流れてるのは、アメリカンニューシネマ的な系譜な、警服なわけですよ。つまり、あの、もう決してそのかつてのようなアメリカンドリームっていうのがですね、無邪気に信じられた時代じゃない時代の、 ヒーロー像であり、ある意味、だからアンチヒーローなんですよ、どっちもね。ロッキーもランボーも。負け犬なんですよ、どっちも。なんだけど、アメリカニューシナマ的な棋だからロッキー、最初の1作目のロッキーの結末は決して単純な勝利の物語ではないですよね。うん。あの、そう思わせないようには作ってますけど、ここがポイントなんだけど、ランボーのラストも、まあ、結局ランボーは何に勝利するわけじゃないわけですよ、1作目はね。えー、ランボー1作目は要するにベトナム機関系だったランボーが、 ま、当時で言うとそのベトナム機関兵っていうのはすごくこう、礼遇されてたわけですね。アメリカ国内では。で、あのー、まあ、すごく、あの、ある田舎町で、え、警察に理不尽な扱いを受けたのに、切れて、大暴れして、その町を破壊するっていう。で、最終的にはまあ、こう、あんまりそんなに、 歯切れのいい結末ではないんですけど。要するにすごくベースはロッキーにしてランボンにしてアメリカンニューシネマ的。要するにスタローンっていう人は世代的にいても、実は非常にアメリカンニューシネマ的な、なんていうのかな、その、良心的な映画人なんですよ、もともとは。でも、と同時に、あの、古き良きエンターテイメントのそのサービス精神っていうのをバランス精神としてあって。本当映画が好きなんですよね、この人はね。すごく真面目に現代的な映画のその、その主人公みたいなあり方みたいなのも考えてるし、同時に観客を失望させないように、 ちゃんとこう、例えばロッキーだ。